んなん出しちゃっていいんですか。もうちょっとね出しちゃおうかなと思って。はい、じゃあ2パーツチャンネル始めていきます。今日はどんな質問来てるでしょうか。はい、今日はですね、心整体院グループ今後の出展どうなりますかということでいきたいと思います。今後の出展、リバーズはですね、この動画を撮ってる時ぐらいはですね、大体今、整骨院、整体院含めて85店舗ぐらい展開してるんですね。2023年、今年ですね、後半、今入ってきましたけれども、後半で、あと、約10店舗から15店舗ぐらいを今想定してます。なので、まあ、今年の終わりぐらいに大体90から95店舗ぐらい、100いくかいかないかぐらいになるのかなという想定で今動いてます。地域とかもですね、今いろいろ選定してるんですけれども、基本的に年内はですね、関東中心に出していくのが大体5、6店舗。あとですね、今回は札幌の方がですね、結構人が多くてですね、なので北海道あたりをどんどん展開できればなと思って、まあ、札幌含め、札幌以外の北海道ですね、にも攻めようかな。攻めようって言ったら言い方悪いね。出店してね、広げていければなというふうに考えてますね。じゃあ、今年は北海道と関東が多い。そうですね、今年はなんでじゃあ、まあ北海道と関東が多いかっていうと、ではそこに今人が充足してるみたいなところがあって、なのでまあどんどん出店して広げていければなと思ってですね。関東はなんかもう決まってるんですか、ここに。関東はですね、今ほぼほぼ決まりそうなのは千葉の方。千葉はね、今4店舗目5店舗目を出そうかなと思ってて、今もうほぼほぼ決まりそうなのが市川の駅に関してはですね、それこそですね、今この YouTube 撮影でですね、開業密着ドキュメント番組風なども今作ってて、ちょっとねそっちの方ぜひ見てもらえればなと思います。実際ギバーズの出店どうやってやってんのみたいなのをね、詰め込んだ動画を今作成してるので、結構面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね。ちょっとどういう内容か。いやもう本当に物件の選定から、あと内装をどうやって決めていくのか、どういったベッド配置にしていくのかとか、あとは内装の準備どうやってやってるのかとか。そんなん出しちゃっていいんですか。もうちょっとね出しちゃおうかなと思って実際にね、プレオープンやって、どうやって集客して患者さんが来てくれて、どういうふうにこう反映していくのかみたいなのをちょっと撮っていくのかな。今やってますね。面白そうですね。普通のスタッフだと見れないじゃないですか。もうそう、出店する人じゃないと見れないやつ。だから本当に開業に興味があるなとか、出店に興味があるなっていう人はぜひ見てもらいたいような動画になってるかなと思いますね。私も見たい。もうぜひ見てください。高評価でね。俺忘れずに。千葉に関してはその市川と、あともう一店舗浦安あたりでですね、まあもう出店計画があって出そうかなと思いますね。千葉2店舗。あとは都内ですね。の結構ターミナル系の駅に。出店計画が一応あるかなってことですね。ここはまだねちょっと、ね、言えないですけど、今後こうご期待です。あとですね、今年5から10って言いましたけれども、今国内の話したと思うんですけれども、今年海外出店、日本からそろそろね出ようかなと思って。すごいですね。海外出店の方もですね、もうほぼほぼ決まってまして。どこ行くんですか。まずベトナムを今。1店舗目の、ね、海外として検討して今動いているような段階で、これはちょっとまあ進めていくような流れで考えてますね。もともとはですね、もうそれこそ4年前ぐらいからですね、海外は行こうっていうふうに検討していて、実際にもう本当に踏み出そうとしてたんですよ。ただコロナがあったので、そのきっかけでここ数年出せなかったんですけども、いよいよ今年海外一発目行こうかなと。もう夢しかないですよね。なんでベトナムだったんですか。ベトナムがなんでいいかっていうと、まあ共通の知り合いがいて、それでまあ出店したいっていうのがあって、うん、そのベトナムの方といろいろつないでもらったりとかして、なので、まあ、接点があったっていうのが一つですよね。あとですね、ベトナムの方々ってね、すごい勤勉で、ものすごいやっぱいい人たちが多いんですよ。なので1店舗目の出店としてはやりやすいんではなかろうかというところで今計画してるみたいなところなんですね、はい、なんか発展途上国で、そうですね、なんか結構患者さんもベトナム行ってる方多くて、なのでベトナムに限らずですね、来年再来年とどん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 海外の店舗も増やしていきたいなと思ってて、まあ、それこそ本当にヨーロッパだったりとかアメリカだったりとか、そういった要は先進国のところにもですね、どんどん出店していって、やっぱりリバーズの主義だったりとか技術っていうのはですね、やっぱり日本国内にとどめておくのはねもったいないじゃないですか。我々の技術っていうのは世界的に通用するんだっていうのをね、どん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 こう証明していきたいですし、やっぱり世界中にね、やっぱり同じように困ってる人っていっぱいいると思うんですよ。そういった人たちもですね、一人でも多くね救えるような環境っていうのはやっぱり整えていきたいっていうのをすごい思ってるんですよ。今そのビジョンで僕結構好きなのが、まあ、世界中のね、どの地域どんな場所にいても正しい医療、正しい治療が受けられる世の中を作りたいみたいなのがやっぱりビジョンにあるんですよ。そこ結構僕大好きで、なので日本だけじゃなくてやっぱり世界中ね、結構僕もやっぱり世界いろいろ回らせてもらったことがあるんですけど、やっぱり困ってる人めっちゃ多いんですよ。それこそベトナムの人とかと話聞いてるとですね、そういった
だ整骨院的なポジションの治療院ってないらしいんですよ。出して もう基本的には病院なので、やっぱりそういった腰が痛い、肩が痛いとか、ちょっとした怪我をしてしまったってなった時に見てくれるところがほとんどないらしいんですよ。これが我々の出番だよねと。っていうところで、僕らが考えている出店も、海外に行って、海外の日本人向けにやるというよりも、海外で実際にその現地に住んでいる現地の人たちがちゃんと救われるような、ちゃんと良くなるような、そういった制度設計というか仕組み作りをして、一人でも、ね、多くの人が健康になって、生活の質が上がって、世の中良くなるよね、みたいな状況を作っていきたいというふうに考えているんですよ。それがまあ今後の出店ビジョンとして、まずあるところですね。その上でじゃあ来年どうするのみたいなところになった時に、日本にもですね、まだ我々のこの整骨院整体がないところもいっぱいあるわけで、そこもしっかりと大体20店舗から30店舗ぐらい来年は拡大しつつ、海外にもやっていきたいなというふうに考えています。海外もどんどん増やしてどんどん増やして結構言われるんですよ。なんかリバーズさん、心整骨院さんってどんどん出店してって、急成長してませんみたいな、急に出しまくって大丈夫なんですか、潰れたりしないんですかとかってよく言われるんですよ。でも僕らって急成長してる感覚あんまりないんですよ。どちらかというと本部人とか幹部人ってもうというか意外とコツコツ出店して、コツ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 拡大してってるなっていう感覚でやってるんですよ。末端はそんな感じしてますよね。なんでそういう認識のズレが起こるかっていうとですね、要は僕らってちゃんと一つ出店したことに対して制度設計とか仕組み作りとかっていうのは徹底してやるわけですよ。なので今回の出店より次の出店がより良くなるように、そしてそこの出店の時に何か問題が起こったものは二度と起こらないように、ちゃんとマニュアル化して仕組み化してより良くしていく、これを徹底してやってるんですよ。なのでどん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 こう出店してった時に起こるトラブルっていうのを事前にも潰しておいてやってるので、問題がそこまで起こらないように出店ができてる。他の企業だと無理してこう潰れちゃうみたいなのあるじゃないですか、はい、そういうのがないっていうことですね。そうです、そうです、そうです。あとは患者さんを見るときに、僕らの会社ですごい大事にしてるのが、ノルマとかインセンティブとかそういうの一切ないんですよ。どういうことかっていうと、例えば売上をこれだけ上げたからこれぐらいの給料もらえるとか、そういった制度一切取ってないんですよ。これにも僕らのすごい熱いこだわりというかがあって、やっぱりそういったインセンティブとかノルマとかって発生させてしまうと何が起こるかっていうと、その施術者の欲が出ちゃうわけですよ。欲が出てると何が起こるかっていうとですね、患者さんがお金に見えたりするわけですよ。一番嫌な、そう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 、あ、新規が来た、いくらいくらの売り上げいけるなとかって考えちゃうわけですよ。整骨院運営で正しい状況ですかって言ったら、本来あるべき姿ではないですよ。で、僕らはやっぱり本来あるべき姿をやっぱり体現したいし、そういった正しいことをしている企業が成長することの方が世の中にとってプラスだよねっていう思いのもとやってるので、ノルマとかインセンティブとか一切やってないんですよ。その代わりちゃんと一人一人患者さんを真剣に向き合いなさい。患者さんがちゃんと満足して施術を受けているのか、患者さんの体がちゃんと良くなっているのか、ここをひたすらフォーカスすると。だから逆を言うとですね、そういったうちの院長とかは数字とかには逆に弱いのかもしれないんですよ。あの数字をガチガチに追うような企業ではないので、うん、そういった数字をいくらか取らなきゃいけないとかっていうのはほとんどやってないので、そこは結構違いなのかなと思うんですよ。その分患者さんにものすごいフォーカスして、ちゃんとこの患者さんが良くなるためにひたすら動くので、変なことを逆に考える必要がないんですよ。聞いた話だとやっぱりいろんな他社さんとかだとやっぱり集客のことを考えなきゃいけないとか、売上の管理しなきゃいけないとか、決算書とか見て広告費をどういうふうにしなきゃいけないかなとか、人件費どういうふうにしなきゃいけないかなとか、他の経営的な部分を考えながら仕事しちゃってるんで、患者さんに向き合えないわけですよ。でも僕らはそういったのはもう本部が一括で管理してるから、施術者はもう患者さんと向き合えと、そこに一番フォーカスできるような仕組みにしてるんですよ。なので患者さんもそれをちゃんと認識してくれて、うちの院に通い続けてくれてる、だからこそ最終的に売り上げが上がってくるよね、そういう仕組みにしてるんですね。そこが僕らとしてはちゃんとできてるよねっていう自負があるんで、安定して売り上げもしっかり取れてますし、患者さんがしっかり通い続けてくれてる環境があるし、だからこそ展開できるよねっていうやり方なんですよ。ここがすごい大事。例えばいろんな人から出資者募って、今市場的にチャンスだからどん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 拡大していこうぜっていう視点じゃないんですよ。ちゃんと患者さんに喜ばれる環境があって、喜ばれる仕組みがあって、実際に喜ばれて、そしてその結果ちゃんと売り上げが立つようになった。だから1店舗から2店舗、2店舗から3店舗、3から5、10、20と展開していってる。だからさっき最初に言ったように、我々はバーンと一気にやってるっていうよりはコツ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 やってるよねっていう認識でやってるんですよ。この考え方は今後もぶらす気はなくて、やっぱりしっかりコツコツ地に足ついてしっかりと出店していくよ。なのでここから見たらどんどん出店して大丈夫かなとかって思われることもあるんですけども、実は盤石にしっかりと
地に足つけて一店舗一店舗出店してるんだよっていうのを、まあ、これを見てる学生の人含めて感じてもらえればなと思います。でも全部赤字がないんですよね。そうですね、基本的に全店黒字っていう形で動いてますね。なんか場所によっては赤字が出ちゃう地域とかもあるのかなって思ってたんですけど、赤字がないっていうのがやっぱ仕組み化がちゃんとしてると、うん、どこに出店しても大丈夫なのかなって思いました。うんうんうん、まあ、あとはやっぱりその、今後の出店どんどんしていくよねと。その時にちょっと多分心配になる人がある事例でいくと、どんどん出店するから技術とかそういったノウハウとかって薄くなっちゃうんじゃないかみたいな話って多分絶対出てくると思うんですよ。でもそこは前にも話したようにですね、ちゃんとスクールがあって学べる環境があって、この一定の基準を絶対合格しないとステップアップできませんよ、患者さんに入れませんよっていう仕組みがちゃんとしっかりしているので、そこの治療の質、一人一人のクオリティっていうのはもうしっかり担保されていると。むしろその担保がされてない状態で出店っていうのはしないんですよ。なのでしっかりとその技術知識ちゃんとみんなが備わってるよねっていう段階でどん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 出店していく。だからこそその技術の担保っていうのはしっかりあるよというような状態になってます。それがやっぱりできてるからこそ、やっぱりギバーズ我々はどんどん展開していく必要が世の中的にもあると僕は思って、まあ、そこの使命を感じながらやってるので、まあ、どん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 展開して拡大していく。その船っていうんですかね、に一人でも多くですね共感してくれて、やっぱり一緒になって頑張ってもらいたい、頑張りたいっていう人がいればですね、ぜひこの動画を見てそういったのをちょっとでもね感じてもらえればですね、見学でもいいですし面接でもいいので、ぜひ問い合わせてもらえればなと思います。で最後にですね、この動画がいいなと思ったらですね、チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またコメントもですね、最近コメントあんま入ってないんで、どんどんコメントしてくれると嬉しいなと思うんで、コメントもお願いします。でまたですね、先ほどの問い合わせ含めてですね、公式 LINE の方にですね登録していただくとメッセージのやり取りもできるようになってますので、ぜひ公式 LINE の方の登録もよろしくお願いします。じゃあ今日は以上になります。